い、お待たせしました。通席さんね、ほんとね、なんだか、マスターすごい、あの菅沼に住んでいて、あ、そうなんです。で、歌を、最近は子供できて、あの子育てになってるんだけど、歌をすごい、あのちょっと路上で、あの駅前で歌ってたんですよ。あ、そう、駅前で、知らないですよね。俺ね、昔津田沼一派だったから津田沼一派どういうことですか。あの、ね、津田沼にはね、この、 あの千葉の北側のね、音楽の発祥の地がたくさんあって、へぇー、あとでちょっと言って話すそう、俺今気づいたけど、バディーズってこれバディガイナその通りですだってギターこれだもんね。ニューオリンズってよくあの見ましたよ、もう。あのバーディガイ。ソロ20分ぐらいやってたね、客席行ってね。いや、そっか。今気づいたわ。バーディガイだよね、これ全部ね。そうですね、なんか不思議だよね。同郷のね、同級生と出会うしね、ここでね。バディーズって不思議だね、ほんと。ね、ヒップホップ踊ってらっしゃるね、肋骨痛めてね、踊んないでくださいね、今日ね、うん、じゃあ、そうだね、もう勇気出して新曲やってみようか、ヒップホッピーな、どうなるかわからんけど、大体俺がメガネかけていってる時って歌詞わかんないから、もう見えなくなってたんだよね、歌詞がね、まあ、適当にやってもいいんですが。僕の中にあるもの、さあもう一度信じて。